石井の右ストレート、クリーンヒット、両コーチの左です。今の右ストレートは綺麗でしたね。綺麗に入りましたですね。石井はどうでしょうか、この陽光氏に対してどういう戦いを頭に置いてるんでしょうね。要するにですね、まあ、真っ直ぐ正面向かないで、いわゆる相手の左側から攻めるっていう作戦でいると思います。なるほど、まあ、この陽光氏は日本にこれまで7回来まして、今回8度目の来日なんですが、過去熊田さん、この陽光氏の試合をご覧になりましてね、どういうボクサーだとお感じになってますか。そうですね、ボクシング自体はですね、いわゆる荒いボクシングやりますからね、はい、ですから左右フックですね、石井選手は気をつけなきゃいけないと思います。なるほど、はい、今左フック出ましたね、はい、右のフック引っ掛けましたね。この左右のフックがこの陽光氏の攻撃の武器です。ボディブロー、石井も本当にこの人も打たれてもですね、とにかく自分のボクシングを守って前へ前へ出ますからね。そうですね、もう絶対にその自分のペースを崩さないという選手ですね、はい、思い切った右から左から右のボディーブローを打ちました。陽光氏盛んにロープを背にしています。左、陽光氏と左、ちょっと体勢がぐらつきました。石井光輝、石井の右アッパーです。かなり陽が頭を下げてますから打ちづらそうですね。やりづらいと思うんですよ、自分よりかなり低いですからね、はい。早くも顔面が好調しています陽光氏。石井の左右のパンチを低いダッキングでかわしています陽光氏。第1ラウンドの元の採点は沼田さん10対10とイーブン、5位にランクされている東洋太平洋チャンピオンの陽光氏は34戦して26勝5敗3引き分け、26勝のうち8つの KO 勝ちが入っています。一方の石井光輝は今日が7戦目、これまで6戦して6勝です。そのうち4つの KO 勝ちが入っています。第2ラウンドのゴングが鳴りました。この陽光氏ですが、過去7回日本選手と対戦して4人と対戦しています。一番多いのは五十嵐陸との対戦が、これまで4回あったんですが、陽選手と3勝1敗です。また石井がラッシュをかけました。石井が激しく左右の細かいパンチ、右のアッパーが空振り、盛んにボディを狙います。ボディです、右ストレート、なかなかボディとストレートの打ち分けがいいようですね。いいですね、相手をよく見ていってますからね、はい、盛んに脇、前とボディもよく打ち分けています。左ボディブロー、あそこで気をつけなきゃいけないのは、先ほど言いましたように陽選手のですね、左右フックを食わないようにした方がいいですね、はい、思い切った右フック、左は空振り。石井が一方的に攻めています。しかしこういったディフェンスの中から守っていて、いきなり出す左のフックが怖いところです。左フック、これです。右フック、手数を多く今日の石井光輝、右のアッパーから左、左ボディブロー、いい攻撃ですよ、よく見てね、はい、相手よく見てますから、はい、左ボディ、防戦一方になりました陽光氏。ああいうふうに腹を打って言いますと、後半効いてきますからね、はい、ここはもう倒せなくてもですね、はい、とにかく後半へのダメージをもういっぱい相手に与えてくれるでしょうね。そうですよ、左フック、陽光氏の左、右アッパーは空振り、左フックも空振り、ああもう顔面が真っ赤になりました陽光氏。日本の当時東洋太平洋チャンピオンでありました高田二郎、現在の岡雄一ですが、4年前、あっ、
4年前に東洋会計をチャンピオンになりましたこの両コーチ。おっと右から左フック左フックアップを突き上げました石井。激しい打ち合いになりました。なんか陽選手はなんか一発狙ってるっていうような、ね、感じしますね。そんな感じになりましたね。まあ、ボクシングは陽選手はもともと荒っぽいんですよね、はい。まあ、その荒っぽさにですね、はい、前回はあの日本のフライ級のホープでありました穂積選手を KO で破ったんですよね。そうですね、はい。その寄せを勝ってさらに石井をも倒さんと日本のリングに上がってまいりました。このラウンドは10対9と石井が取っていく、まあ、作戦としてはボディを狙っていわゆる腹を打たれるということはあの後半効いてきますからね。なるほどね。効いてくるということはあの動かなくなりますから足がね、はいはい。まあ、それを狙ってんでしょう、はい。さて第3ラウンド右ストレート右ストレートパンチが当たったその汗がこの放送席まで飛び散ってきました。左フックです。両コーチの右。まあ、最近の石井はですね、はい、前はもう攻めて攻めるということだったんですが最近はその攻めながらもディフェンスを頭に置いているんだということを言ってましたね。ああそうですか、まあだんだん良くなってきますよ、そういう考えを持ってやるということは、はい。おっと右腰落とした、横押し崩しよった左フック、おっと左フックを向きてきます。ちょっとオープン気味ですかね。ちょっとねオープン気味ですよね、はい。まあ、この陽光氏もあの一発筆頭のパンチはありませんが左フックで活路を見出して連打で KO というパターンが多いようですがね。そうですね、まあ、なんか今日はそうじゃない逆にこの一発頼っているという感じしますね。なるほどね。しかしあの世界ランカーを相手に石井光輝は堂々たる試合じゃありませんか。そうですね、まあ、あの今も作戦自分の思った通りだと思います、はい。両コーチの右、放送席皆さん、はい、青コーナーサイドにですね、はい、日本ライト級チャンピオンの風間選手がいるんですがね、盛んにですねあのロープを背にしているとあれは作戦なので、相手の左右のフックに気をつけるように、そしてあわよくばですねリングの中央に引きずり出して試合をするようにこういうアドバイスを盛んに飛ばしてますね。なるほどね、はい。今日もコーナーレポート青コーナーの石井コーナーには堂谷アナウンサーがレポートをしてくれています。そして赤コーナーは松苗アナウンサーです。おっと右フック引っ掛けた、放送席の三好さん、はい。こちら赤コーナーです。赤コーナーのセコンドの話によりますと、今は様子を見させているんだということですね。あ、そうですか。今しばらくしてから今度は低い体勢から相手に飛び込むようなボクシングを展開させたいと言っていました。まあ、この件が沼田さん、はい、やはり34戦しているベテランの一つの作戦かもしれませんね。そうですね、まあ、この前の穂積選手とも、まあ、そういったような、ね、試合をやりましたですからね。そうでしたね、まあ、石井選手はその点、まあ、十分計算入れてると思いますね、はい。左フック思い切った左フックを放っていきます。陽光氏石井がもう第一ランドから攻めて攻めて攻めまっています。左ボディブローちょっとスイッチした形で左ボディを送りました。両コーチの右、ここで第3ラウンド終了の鐘が鳴りました。今田さんの採点は10対10とイーブ、激しい打ち合いの末 KO で勝ちまして大きな自信を得ました。その自信が今日のリング上に出ていると思います。一方の陽光氏、これまた日本選手とはなかなか好成績を残しておりまして、高田二郎、今の岡裕二、さらにまた五十嵐力、そして最近では穂積秀一と日本の軽量級の有力選手を倒しています。さて波乱含みの序盤戦から中盤に入ろうとしています第4ラウンドです。まあ、陽選手もロープに相手を誘って、いわゆる左右フックでいわゆる倒そうと思っていますけども、まあ、その点、まあ、石井選手も十分計算入れていると思うんですよね。なるほどね、さあ盛んに若いパンチでロープに詰めている石井光輝、
確かにこれだけ守りに徹せられますと攻める方もなかなか難しいんでしょうね。やりづらいんですよね、はい、なかなか老快な戦術をとっています。要攻守右右のミディアッパー、いいアッパーが入りました。いいです、石井選手は顎を引いてですね、左右アッパーですね、ボディに打って、いわゆるガード下がったところ、上顎に打つというのは一番いいんですよね、はい、それしかないですよ方法は。そうですか、ほとんど手を出しません。陽光氏ほとんど手を出しません。そうですね、石井が折って左フック、石井がそうですね10発から20発近く打って初めて1発打つというぐらいですね、そうですね、もう相手が下がってああいうようなスタイルでやってますからね、これはしょうがないんですよ、はいはい、しかも石井としては、まだ上り調子のバリバリの若手の部類ですから、攻めて攻めて攻めるということにも徹してるんでしょうね、そういうことですよ、まあ、よく言えばね、構えてる楊選手のいわゆるグローブの上からでもね、はい、バン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 打った方がかえっていいんですよね。ああそうですか、左フック陽光衆、これは空振りです。右フック、左フック、左右のフックしかありませんか陽光衆、しかしそれが危険です。左フックです、オープンですね、あオープン完全にオープンですね、オープンブローです、いわゆるきちんとナックルでパンチを打ってません。オープンというのは手のひらで打ちますけども、やはり効きますからね。あ、なるほどね、あとむしろオープンでですね、あまり深く入りますと、はい、紐の結び目でですね、はい、よく切ったりなんかしますよね。よくあるんですよ、目の上というのはもう皮と骨しかないですからね、すぐ切れやすいですから。なるほど、ね、気をつけた方がいいですね。ここで第4ラウンド終了の鐘が鳴りました。沼田さんの採点は10対9と石井の構成点で、前回の玉木戦もそうだったんですが、その後沼田さんね、はい、小熊選手が世界タイトルマッチをやりましたよね、はい、そのスパーリングパートナーとして、じっくりとサウスポーとはですね、もう慣れてるわけですよね。そうですね、はい、本人も相当研究してると思いますね、はい、世界チャンピオンの小熊の胸を借りまして十分に研鑽を積みました。石井幸喜攻めた、さあチャンスを見出したか、果敢にボディを狙います。石井選手も決して顎は強くないですから、ええ、左右振ってね、はい、それだけ十分気をつければ大丈夫だと思いますね、はい、ええ、まあ、顎を引いて右のガードを下げないようにと、そういうことです、いうことですかね、はい、左フックに対してはね、まだ全くリングの中央に出てきません。先ほどのコーナーレポートにもありましたように、序盤戦は、ロープを背にして様子を見てるんだということを言っておりましたが、そろそろ様子を見るところから出てきてほしいですね。そうですね、おそらくこのままのペースじゃないかなと思います。そうですね、まあ、しかし石井としてはですね、はい、いくら相手を仕留めるんでも相手がその穴蔵の中に入ったんでね、なかなか仕留められませんもんね。そういうことなんですね。ちょこっと首を出す程度じゃね、はい、なかなか捕まえきれませんよね。ですからもうああいうスタイルで陽選手はいますからね、はい、グローブの上からでも、ここからでももう石井選手はね、殴ったのは逆に効くんですよ、はい、さあいくらか今度はリングの中央になりましたか。陽光氏、あ、やっとリングの中央でファイティングポーズを取っています。何か本当にこうずんぐりとしたですね、まあ、この人163センチなんですが、しぶとそうなボクサーですね。そうですね、まあ、石井選手は、まあ、アマチュア出身で、まあ、プロこれで7戦目ですか、はい、まあ、おそらくこういうようなスタイルの選手とはやったことないんじゃないかなと思うんですよ ね、 そういった意味では世界を狙う石井幸喜としては、まあ、いい勉強してるんでしょうね。こういうふうに一覧と一覧もね、勉強になってますね、まあ、本人はそれも頭の中で分かってますよ、はい、石井の右です。さあまたロープに詰めた石井の右アッパー、右のボディーブロー、
こうやってあのコーナーに詰めてもですね、はい、石井はあのむやみに全部その 100% の力でもって打ってませんので、どうでしょう、そのことも、あっと右、いい感じだった、思わず交代、石井がチャンスを迎える、いい右ストレートだったんですね、はい、今ちょっと一瞬グラッと切りました、グラッと傾きましたね、ここでゴングが後半に入ります。第6ラウンドです。黒いトランクス日本の石井光輝、白いトランクス韓国の世界フライ級5位にランクされている東洋太平洋チャンピオンの楊光志、その世界ランカーに対しまして堂々たるボクシングをしています石井光輝、左フックです。とにかくこの楊光志という選手は山田さんね、はい、これまで34戦してもう10年近いキャリアがあるんですがね、一度も KO 負けはないしダウンもしたことがないそうですね。そしてタフなんですね。タフなんですね、まあ、見たからにはタフですよね、はい、なかなかこういったキャリアとそれからスタミナを持った選手、石井光輝、これから後半どういう風に対戦していきますか。やはり楊選手みたいな選手とやりますとね、その新人でしたらね、はい、いわゆる逆にやられちゃうわけなんですよ、はい、石井選手みたいなそのアマチュアのキャリアがありまして、プロになりまして、いやそういうキャリア積んでる選手にはいわゆるそういったそのごまかしみたいなのは効かないわけですからね。なるほどね。あ、いい右のショートです。レフリーの内田昭一さんがダウンを取りました、ロープダウンを取りました。確かに全く手を出しませんとね、当然ロープダウンということになりましょうね。打たれてますからね、はい、両コーチの右フック切り込んでいきます。右から左ボディーブロー、右、非常に大きいパンチとそれから小さいパンチの内訳も考えているようです ね、 ね、十分やはり研究してリングに上がったと思うんですよね、はい、選手は今ミニストレート当たったんですけど、グローブの上からでもね、はい、ああいうふうに相手はもうぐらつくんですから、はい、どんどん打ってほしいですね、はい、もうしょうがないですよ、相手もああいう選手ですから、いわゆるバランスを崩す突破口でもいいわけですからね。そうですね、はい、両の左突きのほとんど落ちるんですね。7ラウンドの鐘が鳴りました。第7ラウンドです。まあ、楊選手ですね、はい、その世界のランキング入ってるし東洋のチャンピオンですからね、はい、もう少しその積極的に前に出るボクシングやってほしいですね。本当ですね、まあ、自分はですね足を使う逃げるようなボクサーには弱いけども、相手がガンガン来ればそれに応えて、いいボクシングができるだというふうに言ってましたけども、これだけ石が攻めてるんですから一つ、ね、それに応えてがっぷり四つのボクシングというものを見てみたいですね。そうですね、まあ、ぜひ臨みたいですね、その、はい、今言ったことを。さあ残り4つのラウンドでどう出てきますか。放送席の三好さん、はい、こちら赤コーナーです、はい、赤コーナーではこの石井選手のパンチですね、思ったよりも重くて速いということですね。あーはー。でこのラウンドあたりからそろそろ前に出るように指示をしたということです。あ、そうですか、はい、で飛び込んで右のショートフックで勝機をつかみたいと言っていました。はい、そろそろセコンド陣からの指示も変わりつつあるようであります。楊光志右フックを引っ掛けます。まあ、そういった意味ではこの石井光輝はいわゆる接近戦でもですね、接近戦でも今ファイトファイトというふうに今内田フリーからの注意がありました。右ストレート思い切った左、これはうまく抱き切りかわしています石井。
ボディからまた詰めていきます。もう楊選手のパターンは変わらないですよこれ、はい、もう今セコンドに言っていましたですけど、まあ、あのリングの中央でやるどの子にって言ってましたですけども、おそらく変わらないと思うんですよこのペースはね、はい、またロープを背にしています。両コース左ボディブロー、こうやってしかしあの見てますと沼田さんね、はい、石井はあのプロに入って7戦目なんですが、たくましくなりましたね、一回りね、はい、大きくなったんですよ、はい、ボクシングは。あ、思い切っても細かいパイプ右ストレートを取り組んでいきます。むしろ屈指気味です。そういった意味ではあの自衛隊でね、はい、お世話になりましたあの堀江さんね、はいはい、石井選手の恩師と言われます、はい、堀江さんがその毎回毎回あの北海道からですね石井選手を見に来るんですがね、戦ごとにたくましくなってるなということで、遠いところからわざわざまた次の試合も次の試合もというふうに足を運んでしまうというふうにおっしゃってましたね。そうですか、逆に励みになってるんですね。そうでしょうね。ですからまあ本人も頑張らなきゃって一生懸命、まあ、やっていると思いますね、はい、と養うためにアマチュアの栄光オリンピックを捨ててこのプロの世界に入りました石井光輝。一戦一戦たくましさを加えてこの試合に勝ちますと世界がぐーっと近くなりますね。そうですね。一方の楊光輝、これまたもう10年近いプロのキャリアを持ちまして、もう今年あたりが自分の最後の花を咲かせる年だと言っておりました。ラウンドもあと3ラウンドしかないですからね、石井選手、はい、気を引き締めてね、はい、頑張ってもらいたいですね。これまでの、はい、採点判定ではもう文句ないと思いますが、あとはもうあの思い切ってくる左の人が警戒ということになりますかね。そうですね。一発逆転の右、石井の右ストレート、そして左へスイッチ、よく左右からそして真ん中からと攻め上げています。さあ楊光輝が猛然と出てきましたがパンチは当たってません。左アッパーです。もうスタンスを広くしてですね、とにかくそのパンチを振り回すという感じですね。そうですね、まあ、パンチを振り回してもあのオブルチの意外とは当たらないんですよね。なるほどね、やはりパンチは小さく打たなきゃいけないですよね。左フックです。左アッパー、右フック、左ボディブロー、オープニングの左フック当たるとガバーンと言いますよね。反対にオープンですよね。左フックはオープンですね。はい、まあ、楊選手も、負けてますからね、もう自分で頭計算入れてますから、負けてるってこと分かってますから、はい、少しずつ前出てきましたねこのラウンドから、はい、さあリングの中央での戦いになりました。第8ラウンド思い切って体をとぶつけていきます楊光輝。体勢を入れ替えた石井光輝、あっと左ボディ、楊光輝の左ボディブローです。石井選手は頭気をつけなきゃいけないですね。はい、楊選手は頭ごとパンチをぶつけてきますからね。そうですね、もうバッティングは十分気をつけてください。さあ石井が体勢を入れ替えてまたロープに追い込んでいきます。石井の右ストレート、楊光輝の左ボディブロー、両者を分けました内田レフリー。右ストレート、第1ラウンドの初っ端から見せましたの右ストレート、また両方の6戦目で日本フライ級チャンピオンの玉木を破り、そして今日7戦目で世界ランカーと対戦、非常にあの順調に来てますね。順調に来てますよね、はい、対戦相手そしてまた自分の力もまず順調に成長しています石井光輝。当然皆さん、はい、青コーナーですかね、はい、石井側としてはですね、もっと足を苦しくても使うように、そしてですねストレート主体の攻撃に先ほどのラウンドから切り替えるように指示を出してます。なるほどね、はい、まあ、8
1ラウンドですねちょっと気になったんですけど、はい、石井選手少しスピードがなくなってきたんですよ。あ、なるほどね。ですからあと足と体のリズムでね、はいはいはい、手出すようにするといいですね。はい、こうやって右ストレート、そうですね、右ストレート、先ほどからいい右ストレートが出ています。石井コーチ、確かに沼田さん1ラウンドからも打ちっぱなしですもんね。そうですね、途中、まあ、8ラウンドあたりちょっと疲れたんじゃないですか。はい、さあまたよく足でリズムを取っています石井コーチ。さあこういった中間距離からはストレートを突破口にという、右ストレート、もう終始交代、ロープを背にしている東洋太平洋チャンピオン世界ランカー5位の楊浩志、思い切った左から右です。石井もこの楊浩志を破りますと念願の待望の世界ランク入りを果たすわけであります。頭危ないですね、頭から入ってきます。ちょっと頭を注意されました楊浩志、右ストレート、まあ、楊選手もかなり疲れてますね。はい、今日は両者ともにフライ級のボクサーでありますが、フライ級のリミットプラス1ポンド、約 51.2 キロの契約ウェイトで戦っています。このウェイトについては両者ともに問題ありません。さあリングの中央に入りました。右から引っ掛けるように打ちます。抜いた左です、横押し、さあかなり内に出てきますか、横押し、右フック、石井の右、あっと滑りました、これはスリップ、スリップ、バランスを崩しました。はい、さあこうやってリングの中央に出てきた時はむしろチャンスですよね、石井はね。そうなんですよね、はい、通りとこの2人の世界チャンピオンの後を継ぐ時代を担うホープとされています石井浩輝、一方の韓国の楊浩志、これまた前世界チャンピオンの牧三喜、あるいはまた金泰式、こういった先輩チャンピオンの後を継ぐ選手と言われています。その世界タイトルで挑戦する大きな切符を手に入れるのはどちらでしょうか、注目されましたが、まず石井が序盤戦から文句なく優勢に試合を進めています。まあ、楊選手も世界ランキングボクサーにふさわしいね、はい、最後見せ場作ってもらいたいですね。はい、放送席の三好さん、はい、こちら赤コーナーです。赤コーナーでは今のところ3ポイントから4ポイント、やはり石井選手にリードを奪われていると読んでいるそうです。あ、そうですか。このラウンドはどうしても一発ノックアウトで何とか勝ってもらいたいということでした。はい、これはもうこの試合展開は誰が見てもおそらく戦っている楊選手自身もよく知っているわけでしょうね。そういうことですね。私たちの手元の集計、沼田さんの採点ではこれまで4ポイント石井選手がリードしています。失ったラウンドはありません。今やってる選手が一番よく分かると思うんですよ。はい、右フッカー左、石井は依然として軽やかにリズムを取っています。右のフッカー、これは当たりました。両コースの右です、ボディブロー。スピードが鈍りましたか。だいぶ鈍ってきたんですけどね。はい、右、さあまたロープに詰めていきます。むしろ誘っている楊浩志、まあ、石井選手は根性のある選手ですから、あともう気迫でね、はい、まあ、頑張っていくような感じしますね。ひたむきに練習を重ねます、走りまくります。そしていつもリングでグラブをつけてボクシングの練習に毎日毎日ボクシングだけしか考えていないと言っていました。最近では、一般の人にもよく知られるようになりまして、走っておりますと用意し頑張れという声がかかるそうでありますが、さあ残り少なくなりました最終ラウンド、一発を狙います楊浩志。
き上げる横押し空振り、石井の右、右ストレート、おっと横打ち左フック、このゲームはしかし石井はですね、大差にもかかわらずその逃げない、攻めて攻めるというのが非常に好感持てますね。そうですよね。さあお互いに頭を注意し合います。さあここで終了の鐘が鳴りました。試合終了、第10ラウンド終了のゴンが鳴りました。このラウンドは10対9と石井が取っています。まず採点では文句なく石井の勝ちかと思います。いやしかしまだ今その正式な、レフリーからのあれがありませんが、文句なく勝ちだと思いますが、待望の世界ランク入りのアナウンス、石井です。あ、嬉しい勝利です。石井豪輝、世界ランカー韓国の強豪ヨウ・コウショウを破っての勝利、そしておそらく新しく世界ランキング果たすのは間違いないと思いますが、今、勝利者トロフィーが日刊スポーツ黒田企画次長、テレビ朝日長里スポーツ局次長から手渡されました。では早速勝利者インタビューとしまして、道屋さんお願いします。石井さん、どうもおめでとうございました。どうもありがとうございます。いよいよですね、世界ランカーに勝って世界ランキングになることで決まると思うんですがね、今のお気持ちどうですか。やはり世界ランキングになるとなかなか自分のボクシングさせてくれないですね。いい勉強があったですね。この後はですね、世界を目指して飛んでいくわけですけどもね、どちらとやりたいという気があります。いや別に僕はまだそこまで行ってないですけど、会長が言う通りにやります。一つですね、これからもですね、大いに経験を積んで、大いに一つ世界を目指して頑張っていただきたい。どうもありがとうございました。今日おめでとうございました。ありがとうございました。石井選手の満足な力強い勝利の声でした。沼田さん、この試合がね、本当にずっとデビューから見てきたファンにとっては、石井、この強豪相手で大丈夫かなという、ね、一番の不安もあったと思うんですよね。そうですよね。見事にそれを払いのけてくれましたね。はい、どうです。